星ありがとう。おはようございます。おはるかわわ。今日は何と言っても最終日です。あと私もう今日何回言うんだろうって思うんですけど、まず第1回目言わせていただきます。15歳半年記念日です。イエーイ。そうなんです、あの毎月26日は春香村の休日となって、あ、祝日となってるんですけど、今日はその26日の中でも、はい、ぴったり半分ということでありがとうございます。あと半年後に私のお誕生日が来るということで、ちょっと自分でもこんなにお祝いするなんて、そう小さい頃は思っても見なかったんですけど、なんかね自分でお祝いしてみるとすごくいいものなので、皆さんにもおすすめです。半年記念日おめでとうございます。ありがとう。そう、今日はイベント最終日ということで、結構ね時間がね空いて空いて空いてって感じで、今日のこの枠は7時から7時半なんですけど、そう、そしたらねもう3時間も空いて、3時間後にまたお久しぶり配信をするので、そうよ、おはよう、おはようございます。3時間ごとに記念日アピールして、そう、あ、よくお分かりでそう、いやだって3時間後になったらみんな忘れちゃうかもしれないしさ、アピールは大事、そうアピールは大事です。はるはな、記念日がいっぱい、そうですね、記念日は多いと大変だけど、その分毎日楽しいですよね毎月覚えてる、嬉しい。26日は春香村の祝日です。おはよう、おはようございます。寝起き感、いや寝起き感しかないじゃないですか。うん、さっき起きた。今日はあのいつもよりちょっと時間を遅くしてるんですよね。そう、昼間できるからなんですけど、遅くしてちょっとね、あ、本当にこの1週間みんな5時台の配信に付き合ってくれてありがとうございます。今日は7時って思ったらなんか5時なのかより全然時間が多いって思ったけど、でも普通に考えたら7時もまあまあ早かったかもしれないなっていう時間帯だけど、でも5時から配信してたら7時はもう全然って思ってたら、うん、あのアラームをかけ忘れてて昨日の夜に、でも自然と6時くらいに自分で目が覚めたんですけど、
今日5時に目が覚めた。今日は眠くないです。寒くないよ今そんなに。新潟今日天気悪い。あ、そうなんだ。さっきちらっと新潟のお空におはようございます、おはるか今日も頑張ってきますって言ってからここに来たので、うん、あんまり長話はしなかったお空と。だからまあ後でね見てきます。あ、曇りなのね。ハートありがとうございます。ありがとう。今日はイベント最終日ですね。もうどうなることやらみたいな。ねえ、ハートありがとう。おはー、おはー、おはみん共和国。ヤヒが言ってた前、おはみん共和国。ヤヒはさっきまでショールームしてたみたいなんですけど、そう、今日はヤヒの方が早かった。あとなんだっけ、なんかお休みとかバイバイを、なんかお休みトゥナイトフォーミーナイトみたいなこと言ってた。めっちゃ初期のヤヒ、仲良くなりたての頃からちょっと変な子でしたね。トゥナイトフォーミーナイト。ラジオハルハのありがとう。そう、星投げありがとうございます。次の配信も3時間後なので3周できると思うので、ぜひ参集お願いします。お願いします。なんか星って可愛いね、こう見てると。すごい、ある程度溜まったらパンってなるんだ。あ、おはよう山頂さん、今日は寒いよ。寒いのか、みんな暖かくしてください。うん、何かね、ダンボールとかがあったら。あ、大丈夫かな。
がとう。ハートもありがとうございます。今日は前にも言わせていただいてたんですけど、10位以内を目指して頑張ります。はい、星投げカウントよろしくお願いします。本当に星投げをしていただくだけでだいぶ変わってくるみたいなので、よろしくお願いします。あと星も10連でテテテテテテってやるのを忘れずにお願いしたいです。ファイトありがとう。きっと最終日なので、どのメンバーのファンの皆さんもすごく本気で最後まで頑張ってくださると思うんですけど、はるか村さんにも頑張りたいと思います。まあ、ありがとうございます。ちょっと今日はね、さっき起きたばっかりなんですけど、ちゃんとこの3時間で髪の毛やって、メイクしてうん、花、お花ありがとう。ハートもありがとうございます。オープンもありがとうございます。最終日頑張ろう。頑張ります。ありがとう。はるか、何より冬休みが始まったことが嬉しいな。もう幸せです。でも冬休みってさ、短いからさね、誰もありがとう。宿題も頑張る。頑張ります。だるまさんありがとうございます。中学最後の冬休み、そうです。うん、ハートありがとうございます。だるまさんもありがとうございます。イベント終わっても配信、あ、もちろんです。おめめバッチリ、そうかな。こうなんか目の周りをこうね、大事ですね、こうやること。うん、仕事行きます。ごめんなさい、全然謝らないでください。頑張ってきてください。見てくれてありがとう。時間ない中ありがとうございます。うん、ハートいっぱいありがとうございます。15歳6ヶ月記念日おめでとうございます。ありがとう、ありがとうございます。
時カウントお届けありがとうございます。50カウント部屋が寒いの？大丈夫？何をすればいいんだろう。あ、体操したらどうですか？体操、あの勇気を出して、寒い時は勇気を出して動いてみるのも大事かと思うので、わかんない足踏みをしてみたり。ハートありがとうございます。足集めしながら体操いいんじゃないですか。星集めしながら、星集めハートありがとう。ハルカムラ入村したい。入村すればいいじゃないですかね。本当になんか握手会でもハルカムラに仮入村しに来ましたとかって、まあ仮入村はねまだお体験って感じでわかるけど、なんか入村しようか迷ってますみたいな、迷うんだったら入ればいいのにね。うん、入るべきです。もう迷った時点で村民ですからね。みはるさんは副村長です。名誉村民。迷ってる方入りましょう、入りましょう、入ろう入ろう。はるか村に入ったらたくさんの春花と豚さんたちと、迷う気持ちも分かる。分かるの？入ったら出られないからもよ。え、そこ？そこ？え、入ったら出られないところに迷ってるんですか？ハートありがとう、いっぱい嬉しい。いやだって自分で入ろうと思って、そんなさ軽い気持ちで入ってもらったら困りますよね。やっぱりなんかなんとなく今だけ入りたいなみたいな、そんなね、そんなに軽い決意じゃダメです。わかりますか？うん、いやだってってことは、だってはるか村にあのちょっといてちょっと楽しそうだから来てみて、でなんか飽きたらバイバイみたいな、そういう軽い気持ちで入ってもらっちゃ困りますね。ファミレだ。ミファスラスファミレ。ミファスラシラスファミ。それでしょ。観光で行くのは全然大丈夫ですよ。観光で行くのは全然大丈夫。ぜひ来てください。てへ。だるまさんありがとう。俺って村民なのか。え、当たり前じゃないですか。もう握手会に来てくださった皆さんは一回でもはるかに会いに来たらもう村民になっちゃうので、はい、あの入村しようか迷ってるとかって言ってる時点でも村民なのでご安心ください。
今20分、ありがとう。あと10分で第1枠終了です。了解。最終プラスカウント完了ありがとうございます。おはよう。ランランラン。村民税は握手券1枚。いや、そういう感じではないけど、でもね、あのやっぱりあのブランコとか滑り台とか、今建設中の道路がね、もうちょっとなんです。もうちょっとだからね、あの全然使える道路の部分もあるんです。ただね、春香村なんてだって。あの7つの海があるくらいの広さなのでね、道路敷くのも大変なんです。うん、音符ありがとうございます。そう、大変なの。1事業につきすごくねかかってしまうので、そう、大きい村なんです。ハートありがとう、音符もありがとう。はるか村長の家の前の除雪は村民の仕事？いや、村民の皆さんの仕事ではないけど、あ、やってくださる方がいるんだったらお願いしたいな。そうだよね、雪が降ってくるとね。除雪しに行きます、ありがとう。ありがとうございます。ハートありがとう。あ、コンサート外れたよ、慰めてって。まあそういうね、コンサートだけじゃなくてもね、みんなのこと見れる時はあるから、そんなに落ち込まずにあの公演とかもね結構いっぱいやってるので、落ち込まずに、うん、5分。だるまさんありがとうございます。仕事行ってきます。頑張ってください。ありがとう、朝配信見てくれて。皆さん本当にありがとうございます。次の配信は10時から10時半です。
結構間が空くんですけど、10時か、お昼休みでもないのか。頑張ります、ありがとう。皆さんぜひ昼間あのお仕事の方いらっしゃると思うんですけど、あの空いてる時間があったら見に来てくださると嬉しいです。ありがとう。できる限り見に来ます、嬉しい、ありがとうございます。そろそろ腹筋準備するね、また昼休みに、ありがとう、頑張ってきてください、応援してます。あと3分、ハートありがとうございます、星集めとくね、ありがとう。次も3周できるのでぜひ星投げ3周とカウントよろしくお願いします。この後はあの髪の毛整えて、お顔も整えて、なんだろう、のんびり、宿題もしないとです。ずっと応援してます、ありがとう。音符ありがとうございます。みんな本当にありがとうございます。7時28分あと2分、またね、ありがとうございます。5時完了、ありがとう。宿題今年中に、そうですね、今年中に終わるといいな。また後でね。バイバイ。もう30分？もう30分かな。ありがとうございます。10時からもよろしくお願いします。29分。30